断食ダイエット最終日の3日目です。いよいよこの3日目から脂肪燃焼がもう加速して始まる期間に入りました。ですのでダイエット目的の方であれば、この3日目からがですね、この断食ダイエットの醍醐味ということになるわけなんです。でここで私がご指導させていただいておりますクライアントの方々のこの断食ダイエットの結果をですね、一部ご紹介したいと思います。こちらですね、30代女性の方です。7日間で体重がマイナス 2.35 キロ、そしてウエストがマイナス 5.5 センチという方がいらっしゃいました。でまた次の方、50代女性の方です。7日間で体重が 2.7 キロ落ちて、そしてウエスト周りがマイナス 5.3 センチだったんですね。で次の方は40代女性の方で、この方体重は 1.3 キロ減だったんですが、なんとお腹周りがですねマイナス6センチになれたんですね。もうご本人もすごく喜んでいらっしゃったんです。でまた私がこの断食ダイエットに取り組む目的の一つは、リバウンドをしない体を作るためなんですね。この動画をご覧いただきますと、そのなぜ断食ダイエットをすれば脂肪がそんなに一気に燃え出すのか、そして痩せることができるのかということをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではここから本題に入っていきましょう。まず全体像です。ファスティング、断食7日間プログラムの初日2日目は準備期2日間、3、4、5日目はファスティングの3日間、6日目、7日目は回復期の2日間ということで、本日私は5日目、ファスティングの最終日、3日目を迎えているわけなんですね。でこのなぜファスティング、3日目からそんなに脂肪が燃焼しだすのかというお話なんですけれども、ここがすごいんです。でまずそのファスティング、断食をしますと脂肪が燃えるんですよね。でその前にその過程があります。1つ目、まずはその食べないことでエネルギーがこう入らないわけですよね。そうすると体がその食べ物に代わるエネルギーとして、まず肝臓に蓄えられているグリコーゲンというものを使って、そのどんどん消費してエネルギーとして使っていくんですが、これもいよいよ底をついてくるわけです。もう蓄えゼロ、貯金ゼロですよね。そうすると体が慌てるわけです。どうしようってなるわけですよ。ちょっとお水飲ませていただきますね。どうしようってなるんです。でなぜかというと困るわけですよね、エネルギーがないから。そこで、例えばもうへそくりみたいなものでしょうか、もうこそっと貯めておいたお金、ここで言えばあなたがその貯め込んできた内臓脂肪を使って、ようやくエネルギーとして使い出してくれるということなんです。でその期間が断食の3日目になってから、ようやく溜め込んだ脂肪をエネルギー源として燃やし始めるということなんですよ。この断食をすることによるこの脂肪燃焼率はですね、普段のその 50% 以上と言われてるんですよね。ものすごく燃えるわけです。ですから冒頭でも、事例をお伝えしたように、クライアントの方ですね、体重は 1,2 キロ程度なんですけれども、お腹周りがもう劇的に細くなるんですよ。あなたがそのダイエット目的であるのであれば、この断食3日目からようやくどんどんですね、普段の 50% 以上も燃やすことができるわけですから、これを使わない手はないわけなんですね。まとめますと、この断食ダイエット、ファスティングをしますと、その食べない代わりのエネルギーとして内臓脂肪を使って燃やし出す。その結果、普段の約 50% 以上燃やすことができ、確実に体重が落ちるということなんですね。でしかもリバウンドしにくいダイエット法です。私もそうです。定期的に行うことで本当にですね、腸内環境を整って、結果こう痩せ体質にもなれるんですよね。もうそこがポイントです。ですから私もこのように定期的にしておりますし、これからもたくさんの方たちにこの素晴らしいダイエット法をお伝えしていきたいなと思っております。実はですね、このファスティング断食に興味が終わりの方がいらっしゃってですね、お問い合わせいただくんですね。その際はこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後直接私までどうぞご相談ください。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルは
腸活や断食などのこういった方法をお伝えすることで、アラフォー女性が健康的にきれいに痩せるための情報発信をしております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきますと、私とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。